今宵は世界でもトップクラスの福岡のバーへようこそ。福岡の地元の人はあまりご存じないかもしれませんが、福岡のバーのレベルは国内でも高い評価を受け、トップクラスと言われています。日本は最高のバーテンダー王国と世界が認めているので、福岡のバーは世界でもトップクラスということになります。福岡のバーに通い続けて40年を超える私、ジョニー・ウォーカーが文字通り歩いて福岡のおすすめバーにご案内いたします。バーテンダー同士の仲が良く、バーホッピングが楽しい。福岡市にはバーと名の付く店が約600店、オーセンティック、正統派、本物のなバーが約200店に上ると言われている。バブル経済前の昭和の時代には20店程度であったが、バブル経済を経てバブル崩壊後の平成不況の中でも増殖していった。バーは不景気になると増えるとも言われ、リーマンショック前後でも店舗数は変わっていない。スナック、クラブのように高いセット料金がなく、自分の飲みたい酒を飲む、飲食そのものを楽しむ若者のライフスタイルにもあって、バーの利用が定着したとも言えそうだ。バーと名の付く店の中でオーセンティックなバーの境界線を引くのは難しいが、ジョニー・ウォーカー流に言えば、まず洋酒、カクテルがメインで、当たり前か、店はカウンター中心、制服を着たバーテンダーがいて、落ち着いた照明で、音響も音楽のセンスもいいといったところだろうか。美味しいつまみ、料理があればなお嬉しい。福岡のバーには日本バーテンダー協会 NBA やホテルバーメンズ協会 HBA の研修などで研鑽し、協会やメーカーのカクテルコンテストで優勝あるいは入賞したバーテンダーも多く、個人のレベルが高い。海外で福岡ではこのバーに行ったと伝えると相手の態度が変わるような、そんな世界に名前が通っているバーもある。福岡のバーテンダーは酒の知識や技術もさることながら、客との接し方がフレンドリーでコミュニケーションを取るのに慣れている。もともともてなすのに慣れている福岡人の気質そのままである。東京や大阪と比べると狭い地域でもあり、バーテンダー同士が知り合いで仲がいい。他の店を気持ちよく紹介し合う文化があり、バーホッピング、酒場のはしごが楽しい。では今宵は九州最大の歓楽街中洲で創業60年を超える老舗バー、日課バー七島の直弟子であるバーハートストリングスとバー樋口の扉から開けてみよう。バーハートストリングス、モヒート、いやそれ以上にいい酒、いい音、いい雰囲気に包まれる。博多区中洲の中心、高級クラブが入居し、あでやかなお姉さんたちとエレベーターで乗り合わせる第3ラインビルの5階にある。暑い夏の定番カクテルはやはりモヒート。ラムベースにライムとミントの葉を潰したロングカクテル。ここ十数年フレッシュミントを使ったモヒートがブームだが、ここでは20年ほど前からモヒートに力を入れていた。モヒート発祥の地キューバにいた人に相談し、何度も作り変えて今のスタイルに行き着いたという。爽快感の強いスペアミントをたっぷり入れた優しくて上品な発火の味、甘さ控えめ、パンチが効いていて後味がいい。特徴は最後にクラッシュアイスで満たすこと。マスターの橋本浩二さん曰く、氷が少し溶けたぐらいの味がソフトになりハマる。ミントの葉がいつでも手に入ることから年中提供していたら店の名物カクテルになっていた。食べログの評価も高い。スタンダードカクテルの名手である橋本さんには自分のオリジナルカクテルもあるが、お店のスペシャルカクテルというわけだ。橋本さんがこの5年近く取り組んでいるのが、カクテルの王様と呼ばれるマティーニ。ジンとベルモットをステアするだけというシンプルさゆえに、作り手のバーテンダーの個性が際立つ。
ジンとベルモットの黄金比率があり、ある一定の比率になると水のようにスッと入ってくるのだという。1ミリリットル単位で変わらないように自分の目と手に覚え込ませる毎日だそうだ。そんなマティーニに出会えるのももうすぐかもしれない。その時には店名のハートストリングス金銭に触れることになろう。バーハートストリングス、電話番号092-262-3136、福岡市博多区中洲3丁目 2-12 第3ラインビル5階。バー樋口、モスコミュールだけでなく随所に店主のこだわりが顔を出す。中洲大通り沿い多門ビル83、1階の一番奥、黄色のバック時に黒字で H のロゴの看板が目印である。看板下のショーケースにはミニギャラリーといったら大げさか、国内外の現代アート作品を1ヶ月ごとに取り替えて展示している。店内は正面のバックバー、酒棚以上に右手の棚に所狭しと並ぶウイスキーのボトルに圧倒される。その数1600本。私ジョニー・ウォーカーが愛してやまないスコッチウイスキーのシングルモルトザ・マッカランはオールドボトルと言われる1938年ものから90種類に上る。ここはぐっと我慢してお店のスペシャルカクテルであるモスコミュールで喉を潤す。長崎県は島原産の生姜をアルコール度数50度のウォッカに漬け込んだ自家製ジンジャーウォッカをベースにライムを絞りジンジャーエールで満たす。ジンジャーウォッカの作り方は生姜の仕入れに始まって陰干し、3ヶ月ごとに入れ替えながら半年寝かせるなど云々。モスコミュールはお店特注の銅製マグカップで提供されるが、新潟県燕市にある創業200年を超える玉泉堂の手による。マスターの樋口和幸さんはカップの口を内側にカーブさせ、取っ手の食感にまでこだわった。生姜の香りがカップの真ん中から上がり味もついてくる。カップのこだわりも半端ないから話の続きはお店でどうぞ。2杯目はもちろんマッカラン。25年ものはちょっとお高いかなと思っていたら、すかさずハーフでいかがですかと樋口さんが胃にも財布にも優しい勧め方。こういう気配りが嬉しい。ストレートをショットグラスではなく、これまた内側にカーブしたグラスで、華やかな香り、ほわっとした重厚感が漂う。お店にはアイラウイスキーのシングルモルト、アードベッグも数多い。樋口さんは九州最大のウイスキーの祭典、ウイスキートーク福岡を手掛けるなど、シングルモルトの世界では海外でも知られる存在である。バー樋口、電話番号092-271-6070、福岡市博多区中洲3丁目 4-6 多門ビル83、1階。ご紹介した店舗は新型コロナウイルスの影響により営業時間、定休日等が異なる場合があります。この音声を聞いて詳細が気になった方はぜひ福リパ本サイトの記事もご覧ください。